桃ヶ池公園は大阪市安倍野区桃ヶ池町一丁目にある公園。桃ヶ池公園の桜と花桃大阪市が設置している地区公園である。桃は池とその周囲の遊歩道、自動遊園などで構成されている。公園の面積は71,448平方メートル。公園内には花桃や桜の木が植えられ、花桃や桜の名所として知られる。 公園の風景はすぐ東側を通る JR 半和線の列車の車窓からも見ることができる。池は古くから桃が池と呼ばれていたが、かつては百ケチ、スネが池、小ケチとも表記された。名称については池がいくつもあるため百ケチという説や池の形が桃引きのような形になっていることに由来するという説や聖徳大子の使いが 大蛇大事をした際推進が桃程度だったためなどの説がある。かつて、猫間川の源流の一つであった。江戸時代には、百ケチの表記が見え、明治大正頃には、五ケチが定着していたが、昭和8年に市が整備し、都市計画公園として開園するにあたり、字がわかりにくいなどの理由で、同じ発音の桃の字を当てた、桃ケチの表記とし以後それが定着した。 なおその後も、大正時代より近くを走っていた南海平野線の駅名は、またが駅停留場であり、公園内にある神社は、苔ケ名人の表記のままとなっている。明治大正年間までは、近隣は農村地帯であり、灌漑用に使われたほか、鯉や船の養殖が行われ、うなぎやナマズが特産であったという。安倍抜く昭和町、阪南町は、大正末より、 昭和初期にかけて、市によって長屋建築を都市計画として行い整備されたが、桃ヶ池地域においても長屋建築を圧戦し、その名残の住宅地が公園内に多く残る。大阪市は、その後桃ヶ池を整備し1933年10月25日に桃ヶ池公園として開園した。この桃ヶ池公園は、都市計画に基づく区画整理で完成した公園としては、 日本初のものである。桃ヶ池にまつわる伝説として、桃ヶ池に住んでいたオロチを、聖徳大子が退治したという内容が伝えられている。その際、またが、池浮島に穴を掘りオロチの死体を埋葬したが、その後も会員が続くというので、霊を沈めるため、オロチ塚が作られ、昭和初期まで残っていたとされる。桃ヶ池公園に隣接して設置されている。 コケチ明神は、天明年間に、角田坊という人物が、夢に出たヘビレを建て祭るために、オロチ塚の北一丁の位置に、丸高竜王、丸町竜王として祀ったことが起源と伝わる。これら伝承を信じるならば、オロチ塚はコケチ明神の南に109メートルの位置に、あったということになる。オロチ塚の位置イコール埋葬した浮島川は、はっきりしないが、現在地元で、 ヘビ島と呼ばれている中央の島がその場である、可能性がある。コケチ明神は、神仏集合の様相を色濃く残す神社であり、不動明王や地蔵菩薩、さらには内部には、聖徳大子、工房大師も祀られている。地下の不動明王が祀られている箇所は、上部より水が流れ落ちる構造が作られており、小規模ながら、滝行のようなものが過去行われていた様子がある。 神社本庁に属する正式な神社ではなく、地域住民により維持管理されてきている。かつて、NHK 大阪製作による連続テレビ小説、鉄板において、ロケ地となり、劇中に登場するシーンがある。池周辺は、古代より集落であったと考えられ、阪和線の高架工事の際に、弥生時代の遺跡が発掘されたり、近隣のマンション工事の際に、弥生遺跡が出たことがある。 近辺は、田辺古墳群と言い,い、古文圏にはこの辺りに古墳が多くあるとの記述もあり、事実近隣の山坂神社も古墳であることが近年、分かってきた。そのような古い土地柄のため、旧石器時代から江戸時代まで、近隣で様々な時代の遺構が出ている。ありがとうございます。